サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 Amazon クラウドフロントのリアルタイムログに新しく3つのフィールドがサポートされました。今回新しくサポートされたフィールドは次の3つです。1、オリジンがレスポンスの最初のバイトで応答するまでにかかった秒数。2、オリジンがレスポンスの最後のバイトで応答するまでにかかった秒数。3、AS 番号。 Amazon Cognito のユーザープールにデフォルトで削除保護が実装されました。Amazon Cognito とは、Web アプリ、モバイルアプリの認証、承認、およびユーザー管理機能を提供する AWS サービスです。ユーザーは、ユーザー名とパスワードを使用して直接サインインするか、Facebook、Amazon、Google、Apple などのサードパーティーを通じてサインインすることができます。このユーザーの情報を管理するディレクトリがユーザープールにあたります。今回はこのユーザープールにデフォルトで削除保護が実装されたというアップデートになります。これにより、Cognito を管理している IAM ユーザーが誤操作でユーザープールを削除してしまうリスクを軽減することができます。Amazon Neptune Serverless の一般提供が開始されました。Amazon Neptune とは、フルマネージドのグラフデータベースサービスです。Amazon Neptune Serverless は、アプリケーションのニーズに応じて容量を自動的に拡張する新しい導入オプションです。開発者はデータベースの容量を管理せずにグラフデータベースを簡単かつコスト効率よく実行できるようになります。IAM アクセスアナライザーが SNS トピックをはじめとした新しい AWS リソースを分析対象としてサポートするようになりました。IAM アクセスアナライザーとは、AWS リソースに定義されているリソースベースのポリシーを分析し、外部からの意図しないアクセスを許可しているかどうかを検出および可視化するサービスです。今回のアップデートにより、IAM アクセスアナライザーが分析対象としてサポートしている AWS リソースが増えました。新たにサポートされたのは、SNS トピック、EBS ボリュームスナップショット、RDSDB スナップショット、RDSDB クラスタースナップショット、ECR レポジトリ、EFS です。Amazon オーロラがデータベースクラスターを直接 S3 にエクスポートできるようになりました。Amazon オーロラでスナップショットを作成せず、かつデータベースパフォーマンスには影響を与えることなくデータベースクラスを Apache パーケット形式で直接 S3 にエクスポートすることができるようになりました。Apache パーケット形式では Amazon 宛名でクエリをかけたり、Apache Spark などで分析することができるため、活用用途の拡大が期待できます。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。